皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ギーコちゃんです。アリス艦隊で、エデンに挑戦してみたっていう動画を、タクシーの中で撮ったので、解説はしないんだけども一緒に見ていこうと思います。いやー、バラージショットガンだけが目玉おやじを倒してくれるってことですから、まあ、あとは適当に打つだけでいいんですよ。ただ、あの目玉を倒さない限りは、ホミキューになってるので、かなりきつい。厳しい戦いになってしまう。ので、バラージショットガンで、まあ、目玉をぶっ壊してみます。ここからはやりたい放題。ただ、ここはちょっと運悪く先に倒してしまったという感じですね。ちょっと下ります。ピンチになるかっつったらそのピンチにならない。緑茶飲ましてもらうよ。二十歳にピンチになるかっつったらバランスが強いのでならない。回復もあるしな。まあここはちょっとループにはまってしまうんで適当にいきましょう。よいしょ、これはかなり強い。で、ステージ2、ここは結構魅力的だったなと思うシーンですね。うん、仲間に当てやすい位置に全員いたんで、当ててみると、まあ、天使っちの卵っちが、まあ、溶けていると。まあこれに関してはここはホミキューがないので、まあ、かなりいいんじゃないですかね。ただワープは対応してないのでちょっとやりづらくなさそうな部分はある。私が撮影を始めるとうちの太郎ちゃんが動き出すという、で騒音鳴らし出すっていうことがあるんですけど、まあ気にせずお願いいたします。うん、ここも仲間にちゃんと、まあ一人ミスったけどね。ちょっと早打ちを考えてて一ゲージで打てたらなっていうところがねあったんですけど、全然打てませんでした。すいません。まあ、とにかくこれはさばいていく。うん、これも横間でいいでしょうという感じですね。倒せるところはもう特攻して倒しちゃいましょう。ただひたすらもう中ボス戦から先はめんどくせ、なかなかめんどくせ。目玉が変なとこあるからバラージでぶっ壊すには下のまずねやつを倒さないといけないというところがあるんですよね。鳥サンダーバードだっけこいつ。クリティカルは強いな。しかしながら目玉が邪魔すぎて、邪魔すぎて邪魔すぎて邪魔すぎて辛いよ。はい、そんな感じでダブル当てていきましょう。こっからはバランスソフトガンが炸裂するかなと思ったんですけども、まあ、めんどくさいんでも特攻しちゃったはずです。確かその次のターンでここで倒しきれない。やっぱりサタンと食べちゃうと、うん、若干の非力を感じると言いますか、そんな感じでございます。できる限り10分以内に倒すことを目標にしてたので、まあ、サタンであればさ5、6分で倒せちゃうじゃん。なのでなるべく近いタイムで倒したいなというところを考えておりました。うん、で次はファーストか。はい、仲間に出ていきましょう。もうミスっちゃったよーんと。これバランスやっぱり強い。バランスショットガンがあるとないとじゃ全く違うもんね。これは本当にある意味モーツァルトよりも有能なんじゃないかな、バランスが。ホミキューに対しても特攻できちゃうと、友情コンボがね、それがすごく強いと思いました。はい、この服すごいよね。これ猫だかな、これかわいいっすな。さあ次だ、ボス戦1。ここちょっと辛かった覚えがあるな。そう、もうホミキューはやっぱりそのブロックの中にあるので、でボスよりも下じゃないですか、バラージュが生きないんですよ。なんでここがマジきつかった、マジマンジだなと思った。うん、でストライクショットなんだろうなと思って使ってみました。初めて使いましたこれ。まあ強い、うん、まあ強い。ちょっとこれミスったけどね。シュールな絵だな今。さ
さあここからは中に入っていくことを目指していきます。こんな感じでね、ここも抜けないようにちょっと触れる。 OK! でバラージュが生きてる、あのファーストのアリスの位置、あそこは目玉に行くのでありがたい、かなりねすげえありがたい。浄化の輝きが世界を覆い尽くす、かっこいい。さあついにここに来ました。はいはい、ね、ここは、まあ、たくさん目玉いるけども、目玉はね、まあ1フレで倒せたかな、確かね、倒せるので、まあうまくそこは調整しながら行きます。まっさぐです。うん、強い。もう半分切っちゃいましたからね、素晴らしいですね。はい今なんで私は下向いてるかっていうと、解説してるふりしながら神殿周回してるんですよ。なので下向いてます。で今何だったらアリスに学び特エムが出たんで、ワクワク弓を使って特エムにしてます。これでアリスでノマクエ周回ができると、いう感じです。あ、これちょうどいいとこ来たんですね。バラージのいいところは見せていただけないでしょうか。覆い尽くす、この熱帯ボイスが一番かっこよくない、このエデンが。浄化の輝きが世界を追い尽くすんだよ。何言ってんだよ、本当に意味が分かんないよ。日本語で OK。 さあ本当はねこれね一発目で SS 使いたかったんだけども、ちょっと下にずれちゃったもんだから、さらに目玉の下にもね、なので変えましたよいしょ。さあここも仲間に当てていくスタイル。で右から出て上に、いやいやいや、こっから目玉っちゃがね、復活しない限りは出てこないので、非常にやりやすブラザーズ。目玉はちゃんと壊していく。はい。そうすれば、結構ダメがでかい、ボスに対しては。ええ。ありがてえ。回復もいいよね。回復 M だっけ。普通に強え。また復活かかっちゃうと。さあ、SS を使って、これかっこいいよ。なんと間入ってきた。そして、最後はなんとバラージショットガンで、FA。土に帰っちゃったよ。はい、ということでね、全然アリス艦隊でも倒すことができました。ただ、サタンの方が強いので、別に使う必要は全くありません。なんで、サタン持ってる方は、サタンでいいと思います。はい。そういうオチでございましたが、今回はタイムといたしましては、こちらどうぞ7分49秒でした。ご視聴ありがとうございました。